はい、こんにちは、ゅんぞーです。これね、俺のツイッターなんですが、まあ、もしよければ説明文から、まあ、フォローよろしくお願いしますっていうことで。で、今日ね、この、村子さんつぶやきまして、この星を紡ぐ精霊えっと、新イベント星を紡ぐ精霊で登場するモンスター画像を一部ゲットしましたので、今からご紹介しますって書いてあるんだけど、えっと、まずこれじゃなくて、えっとね、 もう一キャラいるんだよ。もう一キャラいるんですけど。あれもう一キャラいるんだけどな。ちょっと待って、ね。<laughs> いないな。ちょっと待って、ね。これだ、これ。えー、水仙をモチーフとしたナルサスが登場。ってことで、えっと、水仙か。いいね。なんか花言葉とか、なんかオシャレな言葉だなのかな。ちょっと調べてみたい気持ちあるけど。で、星6で、えー、14ターンの変身スキル。で、変身先を見ていこう。 こんな感じで、まあ、めっちゃかっこいいね。で、なんかすげえさ、スキル名とかがさ、ナルシズムって書いてあるから、多分ナルシストなのかなナルシスト系男子かなまあ、やって、えー、覚醒スキルが封印耐性指プ,指プラス、指プラス、指プラス、お邪魔耐性プラス、ガードブレイク、十字消し攻撃、三つ持ち。で、まあ、バインドがついてないんで、えーっと、まあ、か、アシストまあ、変身だから、超覚,覚醒もないし、アシストでバインドは必須かもしれない。 で、スキルが2ターンで打ってるドロップのロック状態を解除。え1ターンの間操作時間と回復力が1.5倍。まあ、優秀だよね、これ。これ普通にさ、ループさせていったら、結構、まあデバフとか、その操作時間減少とか、回復力減少とかを、まあ、解くことができるんで、まあこれはかなり優秀だと思う。で、リーダースキル、水と光属性の HP が2.5倍。操作時間が3秒延長。 ドロップを5個以上繋いで消すと攻撃力16倍3コンボ加算。で、まあ、すごい強いね。HP2.5 倍で3コンボ加算。まあ、ここにまあ、さらに軽減とかあったらすげえ強かったって思ったけど、それはやりすぎか。それはさすがにやりすぎなんで、まあ、2.5倍あって。まあ、あれか、回復倍率がないか。まあ、回復倍率がないから、そこをどう補っていくかっていう感じかな。えー、水か光属性のサポート系って誰だろうな。 ま、例えば、光属性だったら、超天性アマテラスとか良くない結構。結構あの子、回復努力いっぱい持ってるし、あの子とか優秀かもしんない。で、普通にまあ、リーダースキル、あの、相方を回復倍率あるやつにすればいいのかなっていう気もする。まあ、これはまあまあ、優秀ではある、優秀である。で、これ、ダリアをモチーフとしたフィリスが登場。神画から離れ。そして精霊へと変身していく良さ、必見です。って書いてあって、めちゃめちゃ、これ、ここから見ていこう。 このさ、なんていうの、創始、単子欧類創始欧かながえ、宇宙、この宇宙から広がって、で、これになって、ダリオの成果、成功感になって、めっちゃ綺麗だね、これ。おしゃれ、すごい、なんか、おしゃれな、教会とかにありそうな。教会とかにありそうな。で、これになっていくと。で、これさ、めっちゃ、最後、最後見て、最後。最後見てね。はい、かわいい。 で、ここで溜めていくんだけど。で、これね、えっと、まず覚醒スキル見ていこう。すごいね、これ。指プラス、指プラスで、暗闇プラス、独体性プラス。すごい、これ。でえ、十字消し攻撃、よ一応、えぇ、ー、全然噛んだ、めっちゃ噛んだ。<laughs> 4つ持ち。で、すごいね、ダブルサポート。ダブル耐性持ってる。ダブル耐性プラス持ってる。で、 スキルが一ターンの間、チーム内の十字消し攻撃の覚醒数に応じて攻撃力が上昇、ヒドロップを光に、水ドロップを回復に変化。あ、これあれだよね。あの、ノーチラス系。ノーチラスとかロイヤルウォーク系の、まあスキルなんだけど、まあこれはやっぱループさせていくのが強いのかなっていう気もする。で、スキル、リーダースキル、8コンボ以上でダメージを半減攻撃力が18倍。 光の5個を十字消し1個につき3号もかさ、光の属性が、あの、HP が1.8倍。いや、これ、無限コンボ加算編できるんだよ。多分、76とかでいったら。で、1点、HP1.8 倍半減。なんで、えー、3.6倍かな ?HP3.6 倍みたいな、実質 HP3.6 倍みたいな。かなあってるかなで、まあ、強いですよっていう感じで、で18倍も出るのか。 かなり強いな。で、やっぱりサポートこれ、やっぱこの、なんだろう、う覚醒スキル見る感じ、あのー、サポート系、なんか、あれじゃない ?2 ターンで打ってるさ、このスキル。あの、まあ、例えばノーチラスとかロイヤルオークってさ、まあ、こんな感じの似たようなスキル持ってんだけど、まあ、覚醒スキルがさ、その、ま、あ列強とか、10強とかで、なんだろう、うなんてうまく言えないけど、 この、フィリス、フィリス、フィリスをリダフレで組んだときに、なんか、暗闇耐性プラス毒耐性プラス、ラス一個余分、一つずつ余分にさ、ちょっと無駄になっちゃうかなって気もして、ちょっとこれをリダフレで使っ、合わせるのはちょっとどうかって思っちゃうな。その、サポート、体制がちょっともったいないな、もったいないなって気もする。で、本当に5、こ個午後十字下旬に、二月って書いてあるから、えー、 と盤面、5,6盤面だと、L 字何個組めるんだちょっとわからないんですけど、まあ2、3個組めるよね、光、光だったら、同色だったらあれか、2個かな ?2 個ぐらいつける、加算できるのかな ?2 個ぐらい消せるのかなで、まあ、まあ、盤面内で6コンボ加算ぐらいできるのかな多分。いや、これめちゃくちゃ強いと思う。めちゃくちゃ強いと思う。 で、簡単にこの8コンボのダメージ半減を条件満たすことできると思うんで。で何より、めちゃくちゃ可愛いね、これ。めちゃくちゃ可愛い、これ。わあ、いい笑顔だな。やっぱ、お、女の子は笑顔がやっぱ一番だ。っていうことで、まあ、わりますか。<laughs> じゃあねー。